ハイライトです。ソフトバンクの先発42歳の和田の立ち上がり、いきなりピンチがありました。連打で二塁一塁、3番の秋広、ここをゲッツー、しかもファーストの中村の守備でした。いやもう完璧に、ね、ゲッツー1枚以上取って、その後のプレーも最高でした ね、 ねそしてここを三振で抑えて17球という、はい、ね、球数がかかんなかったんですね。これは良かったですね。で2回です。ジャイアンツの先発は横川、ランナー2人を置いてバッター甲斐、落ちてくるのを拾いました。第4号の先制スリーランホームラン。打った瞬間は行った感じはしなかったですね。行った感じだったですね。抜けろというふうにしましたね。援護点を3点もらいました和田のピッチングです。改めていかがでしたか。いや、まっすぐの走りというかコントロールともに本当に素晴らしかったですね。ですから、はい、他の変化球はバッターに効いてましたよね。三者凡退でした。4回もツーアウトまでは簡単に取り、バッター岡本、甲斐のサインとは違うボールを選択して、これホームランになりました。まあ、だからちょっと欲張った感じでしょうね。はい、だからインコースの厳しいかもしれないので、外からバックドアで入れようとしたんですけど中に入ってたんですね。はい、岡本の第14号の一発、ジャイアンツが1点を返します。中盤5回の和田です。この回ウォーカーから、高めやっぱ力ありますね。今のが三振6つ目でした。オコエはショートゴロ、ナミヤの強い方、さらには吉川、ここファーストゴロ。5回まで1点、勝利投手の権利を得ます。ちょっとこの辺で詰め気にしてるんですね。はい、6回も行った和田です。バッターボックスは岸田、ここは今宮、まず先頭バッターを抑えました。高さがいいからこんな風になるんですね。はい、坂本、これ2アウトまでは簡単に行ったんです。これは中村のナイスプレーでした。もう取ってますね。はい、ただ梶谷のヒット、秋広が選んでここで交代でした。まあ、80球超えたんで、そしたらまだバラついたのもあると思いますが、はい、まあ、指のことをこう見てたのもベンチは見せたと思いますね。スモリが抜けて外したということですね。岡本フォアボール、満塁、中田、まっすぐでした。はい、もうこれは彼の試合ですね。球の力で抑えに来ましたね。ねじ伏せました。素晴らしい。抱きしめた和田です。さあ、7回。このマップ。本当は良かったですね。ですね。本当になんか無理してなく投げてるって感じですね。はい。オコエはこの落ち球、連続三振。そして吉川、危なげないピッチングでした。そんな問題でした。バッティングのスイングをさせてないですね。そろそろ追加点が欲しいソフトバンク。7回、高梨から近藤。これも飛びましたよね。はい。センターへの今シーズン第7号の一発、2試合連続でした。4対1、突き放していきます。で、いつものポジションに戻ったモイネロ。モイネロいかがでしたか。もう見ることないですよ。球は速いし、変化球の動きもいいし、バッターはそれは腹立ちますよね。はい、当たり前のように三者凡退でした。さあ、8回のジャイアンツは田中がマウンド上です。まあ、田中はちょっと不運でしたけどね、先生にとっては甲斐に回ってきたことが全てでしょう。甲斐にとって4点目のタイムリーヒット、ホークスにとっては5点目でした。そして最後は甲斐野がこのマウンドに行きまして、ゲームを締めています。3連戦の初戦5対1、ソフトバンク勝っています。甲斐4打点、そして和田が